正岡は、日本の江戸時代に作られた、歌舞伎、浄瑠璃作品、キャラ仙台萩の主要登場人物である。伊達騒動に着せられた劇中で、幼い四君の乳母として使え、我が子の命を犠牲にして、陽君の暴殺を阻止する。同じ題材を取り上げた小説など様々な作品に登場し、名はア岡などにも作る。架空の人だが実在の人物にモデルを探す試みも、あり。 有名なものに、三沢初子と白川義兼の妻の二説がある。伊達騒動を題材とする作品の中でもも有名なキャラ仙台萩は、長和亀助の作、安永6年4月に大阪で上演された。ここから派生した今日伝わる上流の定本は、天明5年正月に江戸で上演された。さらにこの一部を取り、別系統の作品と組み合わせて、 現在の歌舞伎のキャラ仙台萩が完成した。最初の仙台萩は、鎌倉時代にも道の区国を治め続けたという、設定の欧州藤原氏、後の仙台萩は、室町時代の細川勝元、山名総運の対立を舞台に、お家の鳥を企む家臣と、主君を守ろうとする中心たちの安藤を描く。伊達騒動を扱った作品はこの前にもあるが、そちらは主に、 高尾太夫の吊るし切りを中心にしたもので、洋君をめぐる陰謀劇を初めて取り上げたのは、キャラ仙台萩である。その中の非常に重要な見せ場が、正岡とその子千末が阻止する毒殺未遂事件である。その筋書きは以下のようになる。正岡のつぼねは脇谷縦脇の妹、洋君、鶴清丸の乳母で、実子の千末と共に四君を育てていた。 食事に毒を盛られることを恐れた正岡は、主君の前で、手図から調理して、鶴清丸に食べさせていた。そこに訪れた八潮が、毒入りの菓子を贈り物として差し出した。毒味薬の千末はその菓子の一つを食べ、残りを蹴飛ばした。苦しみ出した千末を、八潮は千末の無礼を咎めると言って、懐の刀で殺し、毒害の証拠をなくした。 正岡は真珠の苦しみを失格し、我が子を助けようともせず、幼い主君のそばについて守り通した。人名は作品により異なり、正岡も、朝岡、月岡、先光など、様々に書かれる。主君のこのために我が子を殺す話は、平安時代からいくつかる岩があり、義理と人情の板挟みは、江戸時代の文学、演劇の主要テーマである。 正岡の人気が高かったのは、江戸時代中期から二十世紀半ばまで、中期が特目としておもんじられた時代にあたり、正岡は、レップ、セップなどとと称賛された。戦後の水戸黄門のような他作品でも、正岡を脇役として排することがあった。明治時代まで、歌舞伎の有名登場人物は、庶民層まで含んだ、日本人が皆心得ている文化的教養。 常識に属しており、正岡も、中義の女性の類型、典型として知られていた。だが20世紀の後半になると我が子を犠牲にするような中義は、人々の理想とされなくなり、正岡を知らない人も多くなった。キャラ先代萩の主要な登場人物にはそれぞれ実在のモデルがあり、多くは名前を似せるなどしてそれとわかるような書き方になっている。しかし正岡については、 はっきりしない。架空の人物とする説と、実在の人物がモデルとしてあるという説があり、モデルには複数の候補がある。明治時代に、伊達騒動に関する最初の研究書、伊達騒動実力を表した、大月文彦は、正岡、戦勝を架空の人とした。20世紀の平重道も、正岡を架空の人物としつつ、お家のっりの陰謀ではなく過信官の、 権力闘争と規定し直した。以来歴史学では架空説が定着している。三沢初子は隠居させられた、千君、伊達綱宗の側室で、よう君、亀千代の聖母である。彼女が綱村を守り育てたことが、正岡の話に繋がったとする説である。馬ではなく聖母であること、ういごは、品川屋敷に筆足中の綱宗のそばにあって二人の幸運でおり、 同じ江戸でも、あたご下の仙台繁盛や四季にいた亀千代とは別居していたことが創作上の正岡との違いである。とはいえ全国的にはウイゴをモデルとする説が知られており、仙台の高生寺と東京の小学寺にあるウイゴの墓は20世紀中央まで参拝者が絶えない名所であった。小学寺には、伊達騒動を演じる際に関係者が揃って参拝するのを例とした。 国土地理発行の地形図に、正岡の墓と記載されているのは、高価地寺のものである。仙台では明治41年に、正岡豆という豆菓子が売り出され、著名な仙台名家であった。仙台市外自動車は、1930年に市内遊覧バスを運行し、正岡の墓を遊覧コースの停車する名所としていた。戦後は、 仙台市営バスによる定期観光バスが運行されており、正岡の墓を停車していたが、1970年代頃から停車することがなくなっている。これと別に、家臣の白川市の周辺では、正岡は白川家の人だと伝えられていた。研究者として初めてこれを取り上げたのは、金徳順で様々な状況証拠から白川吉金の妻が、 正岡に当たるとする説を唱えた。作中の名の正岡は、白川家の所領であるまさかに似せて作ったもの。実録仙台萩は、松千代の父を、白川頼母と語り、白川主税を名乗った、白川義兼と似る。この幼名が、松千代で劇中の仙松と似る。藩主と血縁関係がない白川氏が、事件後に一門という仙台藩の価格の中で、 最高の価格に取り立てられた。創作中で言及される水差しにあたるものとして、白川家には津波村から配慮した水差しが伝わる。事件後、三沢家など関係者の家と白川家の間に、複数の縁組ができた。ただし、この人が津村の乳母なり養育係なりになったことを示す資料はない。また、松千代は長次て白川氏を継ぎ、77歳の長女を、 全っした。金徳順は仙台市主編参加の食卓として仙台市に勤めていたが仙台の観光に不利になる説を唱えたせいで解雇されてしまった。白川家の地元市狭間城は金の説を歓迎し、真山にあった白川義金夫人の墓を地元の龍雲寺に改装し霊廟を建てた。まさかで昭和の初めに作られたまさか子歌は 誠正岡育ての親読み沢初子は、生みの親と歌って対抗した。地元では1928年から毎年4月に、正岡祭りを行い、2018年で、第64回になった。鳥羽は、漢文6年に、河野道園府市が、理由不明で、死罪になった時、家臣の大江た主元より預かりの処分を受けた、奥方女中である。鳥羽は、大乗家で工遇され、 遠方元年に許され、三年に再び津奈村に召し出された。同園の罪は公式には不明とされたが、亀千代の毒殺未遂と伝える諸書,書がある。ありがとうございます。